如現れたヴィラン、一体と…レッツストーリー。スユちゃんと一緒に行動していた私、その時突然草むらから飛び出てきた人影が、まさかヴィラン、どうして。トガです。二人とも可愛いね。日が少ないとね、ダメです。知って、私大好きだよ。スユちゃんから離れて。あなた、友達じゃないわ。刺すね、スユちゃん。レディークラッシュ。油断しないわ。スユちゃんと…ケロケロ。いや、避けちゃダメです。行こう。もう、いいか、わかるべきです。行く、宙返り。もう、ギュッと。行こう。絶対刺さるべきです。クッレイジーは嫌よ。はい、ベース。下からケロケロ。避けちゃダメです。行こう。刺さるべきです。なんのケロ。やっと行こう。下からあった。ケロケロ。するだけです。たくさん刺さるべきです。行こう。よく行く。しならせて。ドラクトいいわ。よく読めてこう。行こう。刺さしです。こっちよ。おーさん、キロキロ。もうスキロー。いや、投げます。なんよ、スキロー。やっと、ここだ。ローリング。もうぐりゃぎゃキロキロ。血が足りない。キロキルは風量ケイオー。ラッパーラ。おいウィー。お友達にはなれないわ。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです、乙女だもん。うららかさん、緑谷ちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は、捕まえた子を逃がしてしまった。っていうか、デク君めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと？一体どうなってるの？ちゃんを護衛しつつ、レッツストーリー。かっちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとあすいさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。それなのに突如現れたヴィランにかっちゃんと徳闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊、目標回収達成だ。
短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ。幕引きだとさせねえ。絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。何としても絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスリさんの個性で僕と庄司くん、とどろきくんの三人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。よし、これなら追いつける。皆とはぐれてしまった私は森の中を走っていました。ですがそこに突如現れた巨大なノームと遭遇したんです。ノームの桁外れな怪力と凶暴さに私は大飛で手一杯でした。このまま逃げ切るのは難しそうですわね。奮い立ちなさい、モモ。症状武器で効きませんわ。食らいなさい、飛び出せよ。やっ、ベルト効きませんわ。やっ、武器で効きでしたら、でしたら回れ。こちらと食らいません。お返しですわ。空中でも素早い判断を。奇跡の一手を食らいません。空中でもまだ策はある。先行をお返しですわ。いかがですか。打ち出す。つらい。食らいません。空中でも許しません。再戦の一手を。ここからですわ。はっはっ、次々とお返しですわ。空中でも多彩に貫う。まだ策はある。食らいません。一矢報います。はっ、素早い判断を。打ち出す。カラスウルトラ。ウィー。天敵戦績ですわ。エクセレント。敵が効いてない。どうすれば。動きが止まった。どこかに帰る。役目を果たしたということ。じゃあまさか爆豪さん。判断最悪を推し量りなさい、モモ。突如キビスを返して私の前から去ろうとするノーム。もしや爆豪さんを捕らえ撤収するということ。私はとっさに発信機を創造しドームに取り付けたのでした。